おい、そこの兄ちゃん。そうそう、君だ。な、カードゲームは好きか？あれだあれ、七星ショー。カードゲーム。何言ってんだ。七星、そっか。お前、ずっと。拳だろ。メロピデ要塞にはカードプレイヤーがかなりいてな。たまたま君を見かけて。ああ。じゃあここの先輩として。なんだ。お前が選んでくれ。なら、変な噂のことは聞いたことあるか？じゃあ、隅。通路の隅でよく。まあ、あの二人の情報は、もし興味があるなら。他には何かあるか？そうだな。公爵が昔。え？そう？なあ、公爵もかつては俺らのただの囚人からメロピデ要塞の禁忌？いろんなとこで聞いたんだけど。他には。そこでおしゃべりしてる人だ。俺に言わせりゃ上の連中はみんな待て待て、私そう慌てて否定すんなって。いっそこの世。おいおい、いいか、確かに水の上。たく、その自信はどっから。こいつら、そういえば水の上、水の下って言い方、それ。お、あそこにも人がいるぞ。だから、そう。わあ、ごめん。人に聞かれちゃう。なんだただの慣れ慣れしいやつ。おい、こいつらが加わってもいいみたいな雰囲気を出すなって。ふん、まあいい、別に慣れ慣れしいやつは嫌いじゃない。よかったゲスト。で、その顔から察するに何か聞。あの公爵が直々に案内。ちょっとしたミスか。グループ。僕はクスト、こいつはラベ。ただのゴシップ。それは違う。情報を知ることでここでの生活はより。まあ待て、クストはこういうやつでな。サービス職のことを言え、それで大丈夫だから。そうそう、きおおってことは。そう、うん、ここメロピデ要塞内部の勢力は実に入り組んでる。そして最も公爵に認められ。なあ、それってジュリエ。ジュリエはここに来る前、天に登れるやつだろうと。ジュリ、そういえばあいつが女を殴。でもあのルールビーもまた。んなあ、思ったんだけど、まさかあそこでこ。まあ、あの時は。よし、一回りしたし、そろそろリネと合流する時間になるな。約束通り、生産エリアでリネを探そうぜ。
急がなくてもいいのよ。その様子からして調査は順調って感じ？こういう時は謙遜しない。さすが、まさかそんな、さすがは執行官。けどこれだけじゃお父様から聞いたんだ。タルタリアがいなくなった場所は、うん、話がそこまで進んでるの。うん、で彼は今日仕事で忙しいんだ。どういたしまして。協力す、それにしても、あのリオセスリのテリトリーで、ひひ、オイラたち、その道を使うには、パイプ正常、そこまで計算、長いこと一緒に仕事してると、旅人、
9日後にまたここで会おう。そうすればフレミネの行動に合わせてちょうど合流できる。でも一つ、皇子様の調査については、フレミネは変装が苦手だし。なんだ、むず。簡単。いい？君、怪しい動きをして医務室の構造や内部の状況をよく調べて、あらゆる手がかりを頭の中に入れてきてほしい。その後、でもあまり無茶はしないように。まさか。その分野について、君たちがそう言うなら。それじゃあ次の行動に移る。うん。お前はここでじっとしてろ。オイラがの、どれどれ、中にいた。私は、よく聞こえないな。いや、おい、大丈夫か。まあ、どうしたのよ。ほら、慌てず、何があったのかゆっくり話して。こいつ、急にお腹が痛い、気持ち悪いって言って、地面に手足が冷たいし、指先見てみるから、まずは横になりましょう。心配しないで、ベッドまで無事に連れて行くから。ほら、うちの肩に手を置いて、ゆっくり歩いて。患者さんがごめんなんて言わないの。今から簡単な診察を始めるから、力を抜いてね。うん、ざっと見たけど命に別状はないから安心して。最悪のケースは心配しなくて大丈夫なのよ。続けて診察するね。はい、リラックスして深呼吸を。うん、臓器にも大きな損傷。ここは？え？ここが痛むはずないのに、おかしい。うん、ここは痛む？だけよ。ひどいものじゃないけど、そのピークが来たせいですごく痛かった。おそうなのか。大したことな。うーん、最近他の囚人も食事に問題があるって言ってたのよ。このことは早くシェフのウォルジーさんに報告しないと。とりあえず大事じゃなくてよかった。あまり心配しなくていいからね。あ、ムールビさん、違いない。わかりました。ああ、看護師長のやつ。こんにちは。気分はどうですか？こいつお腹がすごく痛かった。シグウィンさんが問題ないと言ったから、もう心配しなくて大丈夫で。でも見た感じ、その医療スタッフって。ま、確かにそうだな。確かにそう。罪を犯していても、ここにいる人たちの。わかったわかった。君の言う通りだよ。ただ、それをわざわざ患者さんの前で言う必要。そうですね。お前らも体調が悪いのか？あ、持病でね。
どれも慢性的な疾患だ。僕は定期的な検診で、ついでに看護師長が処方した薬を受け取りに来た。こっちのお嬢さんは医学を少しかじってるからか、ここの看護師長の右腕になった気でいい。もっと言葉を選んでもらえますか、ジュリエ。喧嘩しないでくれ。お二人とも落ち着いて話そうぜ。でも、はっ、釈放されるだって？そんなのまだ先の話だ。こんなくだらないは、それはこっちのセリフだ、お嬢さん。ちょうど僕も十分休めたところだ。ここは騒がしいし、そろそろ戻らせ。あいつ、かったるそうに出ていったな。ふん、彼はいつもそうなんです。すみません、こんなみっともないところを見せてしまって。お前、あいつのことが本当に嫌いみたいだ。当然です。ああいう思い上がっていて毎日変な研究のことばかり考えてるやつ、誰も好きにならないでしょ。彼の話はやめま、私はもうしばらくあなたに付き添います。いえ、大したことじゃありません。ただいま。君たち、ちゃんと休んでた？シグミンさん、お疲れ様です。ゆっくり休めたかしら？ベッドから降りて、走り回ったりしてない？さ、二個分の錠剤よ。一錠飲んだら、またしばらく横になって。ええ、覚えてますよ。黄色でしたよね。そう、わかった。はい、これ。はい、では失礼します。旅人も、早く良くなるといいですね。確認させてちょうだい。あ、さっきの二人がうるさかったからね。分かった。症状、それ以外にはなかったな。そう、薬を飲む以外に他に。彼はもともと健康体だし、薬を飲めば任せろ。オイラが責任を持って見ててやる。あれ、寝るのか。まあいいか、ゆっくり休めよ。うん、オイラたちいろんなところを旅し、じゃあ、君たちは最高の仲間同士ってところかしら。心配し、起きたのね。気分はどうだ？お前、ずいぶんぐっ、そう。安心して。うん、ありがとな、看護師長。
がなくてもいいのよ。お前、よくあの状況で眠れるよな。それはなかった。お前が寝てる。おお、よくそんな。ここ数日、トラブルには合わなかった？オイラたち、スケジュール…うん。君たちからのメッセージは…あいつもいました…前回君たちに下見をしてもらったのは、人目がある拠点…リネットも…リネット、うまくいくといいな…さて、フレミネが戻ってくる前に、一緒にリネットの様子を見に行こう。うまくいってれば、もう調査はほぼ終わってるはずだ。この時間に行って大丈夫なのか？僕が観察したところ、看護師長の、それに僕はリネットのお兄ちゃんだ。お兄ちゃんが妹の体調を気遣うのは何も不自然じゃない。でしょ？よし、そうと決まれば早速行こうぜ。失礼します。リネットはいますか？ん？あれ？看護師長は…そんなはずない。リネットは軽率な行動を滅多に取らないんだ。もしかしたら…けど、一時的に離れただけかもしれないだろ？ああ。人が寝ていた形跡のあるベッドは一つだけ。それって、リネット…あ、偏頭痛がひどい。リネットが横になってからこのベッドを離れるまで、か…キリ板の裏側は空洞になってる。まさかリネットはここに他に手がかりがないか見てみよう。おい、急がなくてもいいのよ。本がいくつかあるな。
それにカルテっぽい書類もな。ディープケア、患者を喜ばせる方法、感情の裏にある原因をシンプルに理解する、笑いの意味。なんか面白そうな本だな。看護師長ってこういうのを読むのか。他人の意図や気持ちを理解するのに役立つ。看護の仕事をする上でそういったのも必要なことだから不思議じゃないと思うよ。おい見ろ、なんか紙切れ。紙切れ、文字が書いてあるな。あれ？これって、あんたらの習慣にのっとり。これは、あれ？でもこれしか書いてない。裏？あ、これ見せて。急に顔色が悪くなったけど、どうしたんだ？おいらにも見せてくれ。さあ、ファデュイのメンバーである、まさか、リネットはもう。リオセスリのやつ、まさかわざと医務室に誘い込んで、僕たちをはめたんじゃ。あいつは最初からオイラたちの目的を知ってたってことになるよな。でもオイラたちが前回ここに来た時は何も危ないことなんてなかったぞ。その後も特に何もなかったし。そう、そこが問題だ。リオセスリは旅人、君と僕たちの立場は違う。それは僕も聞きたいね。そうか、フレミネが無事にメロピデ要塞を出られたのも。でもフレミネがここを離…あいつ挑戦状を叩きつく…くそ、フレミネを外に出すべきじゃなかった。もしリオセスリが意図的にフレミネを逃がしたんなら。リネが少しパニックになってる。何か言わないと。自分を責めるなよ、リネ。オイラたちがタルタリアのことを言わなかったら。いや、今回の行動の責任者は僕だ。正体、リオセスリに会いに行く。やけになるなって。おい、お前、リネットがまた誰かにさらわれるなんて、僕には耐え、引かないと。リネットとフレミネを取り戻す方法を、僕が見つけ、私はこの点について変える余地があると思います。ダメっていうわけじゃないが、何度もテスト。そう、わかった。それじゃあ時間には注意してね。誰かいる。物を隠して。外で誰か。おい、大丈夫か？あの二人ね。本当によかった。まあ、どうしたのよ。ほら、あば、人の表情を読めると。おい、リネ！まずい、追いかけないと！見失っちゃったぞ！あいつ足が速いな。公爵の執務室に先回りして、リネを止めよう！リオセスリ、
やれやれ。ここは一…リネットはどうした？ああ。彼女なら医務室で会った。ふざけるな。リネットとフレミネを聞いた話によると、あんた、今振り返ったら。振り返らせようとしてる。君は僕たちが医務室。フレミネの脱獄。いや、そんなことをする必要はない。メロ。君はスパイを排除した上で。一つ訂正させてもらおう。いない？しょん。リネ！おっと、ちょうどいいところに。人も揃ったし、熱心なことだ旅人。あんたらの約束では。君。フレミネが海から戻れない。中と外をつなげる、メロピデよ。でも、フレミネはダイビング。いや、僕たちは。俺がなぜこんなことをしたと思う？それは、あんたと話をする。それに、あんたが、僕たちが監獄に入る前、ルカがたまたま耳にしただ、あんたらとのお遊びはけ、リネ君。あんたは今、そこでだ。お父様に？かわいい我が子たち、あんたらハウスを。お父様はなんで僕、なるほど。君たちだけで。あんたらほんと、リネ君、もう一度チャンス。リネ。そうまでして。スパイを排除したのはけ、リネットちゃんは自ら進んで、僕は。六。待て、僕は。二。イタイムオーバー。待てて。交渉決裂だ。そうだ。オイラたちと話すの。あんたら、何のトラブルもなく過ごす。だが、それは別に、ふん。確かに、実力を持つ者にはもっと三つだ。では、第一問。シグインは他社の販売促進委員は何度も壁にぶつかった。研究ノートにはこう書いてあった。コリンズの話によれば、鉄拳闘技大会は本他社の内部情報によると、名前もパッキ昼飯前の30分、医務室にはいつも誰もいない。この本他社の販売促進委員は何度の話によれば、昼飯前の30分、研究ノートにはこう書いてあった。研究ノートにはこう書いコリンズの話によれば、昼飯前の30分、本他社の販売促進委員は何度も壁にぶつ昼飯前の30分、なるほど。生産エリアの隠しルールは3日連続で労働をしちゃい、最初はこの肉シグインはよくって、あいつはこのサプライズはメリュジーヌっていう種族は、そのせいでオイラのこの会、おお、さて、鉄拳闘技場の隠しルール、話によれば、鉄拳闘技大会は本他社の販売促進委員は何度も研究ノートにはこう書いてあった。本他社の販売促進シグインは
いつもセッ、ドンタ社の内部情報によると、名前もパッケージも決まってない新商品。よし、わかったぞ。鉄拳闘技場の隠しルールは、両方の選手の瓶に入った液体を初めて見た。実際は名前もパッケージも決まってない。血みたいな飲み物だから、フォンタ社の奴らは、そいつらはメロピデ要塞に置いて、そして、闘技大会で。その件をそこまで調べあ、だが、あんたらの話を聞く限り、そのフォンタ社の販売促進員は、それじゃあ最後。三つ目の質問だ。医務室にいる患者たちと、俺の看護師長。彼らは一体どんな秘密を隠している？僕たちはそれの調査中だったんだ。真相を知るはずない。それが分かってておちょくってるんだろう。最初から助ける気なんて無くよ。リネ、大丈夫か？危ない危ない。なんてことないよ、公爵。看護師長？この銃はおもちゃに見えるけど、ちゃん。シグウィン、君。勘違いしてるみたいね。うちはメロピ、最初、ヌビレットさんがうちを。その理屈なら、リネたちだって囚人で、ここの一員だ。でも、うちはちゃんとヌビレットさんのい、それは公爵もみ。看護師長。どうせ、もうそろそろ時間。何言ってんだ。二人を解放してくれ。感動的だな。もう、やめて。まあ、そうせかすな。まずはお茶を飲ませてくれ。看護師長。何をする気だ。あ、ちょっとどいてくれ。おいおい、クロ。フルミネ、フルミネ。どういうことだ？なんでクロリンデがここに？仕事だ。リネさん、さっきは撃ってしまってごめんなさい。フレミネの身に何があったんだ？海にいたはずなのに、なんでこんな状態に？顔が赤く、脈が速くなってる。原始大海の水を摂取した時の症状ね。なんだって？ちょっと下がってて。フレミネさんをもっとよく。詳しいことは、クロリンです。容体は？フレミネさんの症状は、短時間のうちに大海の水を過度に摂取したせいで引き起こされたものね。もちろん、しばらく経過観察を続けた方がいい。とにかく、このまま少し休ませて、落ち着いてきたら、医務室に着くめ。医務室にはもう行きたくないよね。メロピデ要塞から脱出した後、どうして大海の水を摂取することに？フレミネさんをちょっと見ててもらえる？薬品と呼吸器を取ってくるから。すると、リネットはどこに？彼女は麻酔を打たれて、空き部屋。何？その顔は。十分早く戻ってきた。いやいや、じくんで。外の状況は？水質が変わった。私みたいに。彼を見つけたば。パイプの突き当たり。思っていたより近いな。フレミネ君は。扉を閉じたのは正解だった。こっちは善意でやったって。ヌビレット様なら信じてくれたかもしれない。ふぅ、もういい。紅茶でもどうだ。私は不要だ。はいはい。付き合ってもいい。ところで。リネ、大丈夫か？大丈夫だと思う。どこか具合が悪いところを。手足に力が入らない。
お兄ちゃん、旅人。フレミネ。無事よ。ちょっとお菓子の手伝っ。呼吸が落ち着いてきた。手を貸して。フレミネ。僕がやるよ。旅人、君も心配そうだけど、一緒に来る？公爵とクロリンデがいなくなってるの。多分、お茶でもしてるのね。目が覚めた、フレミネ。リネ、リネット。うん。ここは、どこ？メロビデ要塞の医務室なのよ。気分はどうだ？辛っ。旅人にパイモン。そうだ、海水。海水に問題が。慌てないで。その話は大、ううん、聞いて。とても、とても危険な状況なんだ。パイプ。そうだ、パイプ、思い出した。よし、入れた。孔子様はどこに？よし。装置、誰かが動かした形跡がある。もしかしてあの方が。回すには邪魔してるものをどうにかしないといけないみたい。
歩けるのはここまで。よし。皇子様はおそらく水の中に潜った。少なくなってる。それに不自然な痕跡も多分人によるもののはず。こっちだ。ここにも痕跡が。引き続き進もう。あれ？痕跡が消えた。でもこの辺りに出入りできるところはなさそうだけど。待って、何これ。心臓がドクドクいってる。呼吸もだんだん苦しくなってきた。これは、ダメだ。戻らなきゃ。みんな、この状況を知らない。今すぐ引き返せば、まだ間に合う。つまり、手がか…そう、僕…クロリンデがお前を助け…クロリンデさんが…もう少し休んで…クロリンデさんは…お客さんって…この件については…そうだな、そろそろあいつには、はっきり説明…いや…今は安全だって頭ではわかってる…うん、わかった…なら、医務室は君たちに任せて…ありがとう…で、クロリンデさんの様子を見…ああ、できれば一度診察させて…わかった、感謝する。そろそろ弁解弁解、そのだがどこから話した…おう、いや目的も知らなかったのに。お、彼らが現れた理由は決していいもんじゃない。最初はリネ君はスネージナヤの執行官、俺もあの執行官、ジョフノリってわけ。別に構わないだろ。ま、金域こそが。お前が昔、は、何を言ってる。そういえば、クロリ、もちろん、クロリンデさんは決、例えば、あ、そう理解してくれていい。それはあんたには関係ない。俺は、けど、オイラだ、おっと悪、そりゃそうだ、例え、目を背けたくなるような真実であってもか？ついてこい。
急がなくてもいいのよ。こんなところに隠し扉があったのか？しかも地下室まであるぞ。よっ、ここはメロピでよ。真ん中の円盤に立ってくれ。まさか何か秘密の仕掛けがあるのか？ここが金域か？こんな奥まったところに隠してあるのに、すごいでかい扉だ。これと似た扉が合計で3つある。通常であれば誰も足を踏み入れられ、だがあんたらはきっとここの情報、まあ確かにかそうすべきかどうかは。下がっていろ。おお、一つ一つ上がっていったぞ。近づいてみる。メロピデ要塞の管理を引き受けてから、俺はずっと不思議に思っていた。このゲートの裏には、一体何があるのか。ここが俺の管理下になってから今まで、このゲートのメーターが動いたことはなかった。それがここ一年で、その針が静かに回り始めてる。おそらく普段なら見逃してたが、その時はちょうど暇だったんでな。少しばかり時間をかけて調べてみた。あんたらは、これが何のデータだと思う？ああ、合理的な。温度は気候の変化によって簡単に変わるもんだ。つまり、温度よりも水圧の方が可能性は高い。だから、そこで俺は別の可能性に思い至った。原始大海の水と関係があるんじゃないかってな。その予想をもとに俺はある準備を始めた。このメーターの針を。濃度？でもここって海底だぞ。問題はそこだ。俺たちは海底にいるが、海水は静かに変化しつつある。大海の水が混ざり、その濃度が徐々に上がってきてるんだ。ああ、その可能性が高い。でもオイラたち、いや、ヌビレットたちだって、どうやら気づいたようだ。まさに、その通りさ。現在メーターは赤だ。このままだと。ああ、大海の水。でも、妙じゃないか？その顔を見るに、俺がこのことに気づくまで、金域の秘密、メロピデオ、前代水神のエゲリアが、まだその座にいた頃、犯罪者は何の同情、だが一部の人間は悔い改め、天に祈りながら自分にできることはないかと、水神に聞いた。彼らは水神の力を借り、海の底に集った。そして、協力し、追放者が増えていくにつれ、先代水神は遠く、だからここの人間、だが後にそいつ、刑期を終えた後、ここを去らずに残る者もいる。残った者はこの地で完食、数百年が過ぎ、たまに年を取った。でも、お前は確信。ああ。もしいつか、
このゲートがどちらかといえば俺はそれほど。予言ってのは厄介なもんだ。耳に場所を変えよう。ここだ。公爵、ちょうどいいところにいらっしゃいました。待ってください、ジュリエ。あれ、慌てるな。何ですって？誰？そうですよ、結果はもう目に見えてるだろ。わかりました、あなたがそこまでおっしゃるのなら。そうですね、二人から。さて、改めて紹介しよう。こいつはジュリエ君。そりゃよかった。彼の先行は。まさか。ほう、僕も、ちょ、皆さん、変なことを考えないよ。この真面目なのがルールビさん。同じく俺が雇った技術顧問だ。そんなことってあるか？見ろ、やっぱりみんなそれを聞く。そうです。ああ、わかった。さ、二人ともついてこい。うん、また上に開く扉だぞ。そう褒めるな。メロピデ要塞に。ひひひ、だって本当にすごいと思ったから。ではもう少し手順披露しよう。これって船か？それにここって見たことない生産エリアだよ。あんたらはフォンテーヌ。となると、言い伝えによると、レムリアの帝王レムスは典型を受け、金の鉢に化身した預言者シビラを。彼はその国をレムリアと名付け、フォルテナ号に。その物語にも。ああ、水と関連すれば。じゃあお前も信じてるのか？俺は半々ってところだ。だがあんたも知っての通り、俺は工場一つを動かせる。あのゲートの下に大会があるかもしれないと思い至った時から。つまりその伝説のフォルトナ号に影響されたってことか？天才を目前にして、フォンテーヌ人にはこういった手段が必要だからな。もしここの囚人どもがこの巨大な船の裏にある真実を知った。管理者である俺がそんな。さて、随分と会話も弾んだことだ。どうやらないようだ。さて、見送りはここまでに。あ、礼はいい。だが覚えておけ。お、その辺はちゃんと考えるつもりだぞ。ああ。飲んで。お茶といえばだけど、ついさっきあることを思い出した。麻酔が効いてた間、うっすらとだけど近くで人が話してるのが聞こえたの。茶葉、お茶の水、あとティーカップとかの話をしてた。ニオセスリとシグウィンだろうね。男の人と女の人が一人ずつだったから、多分そうかも。でもその人たち、本当にずっとお茶の話だけをしてた。ここの人、ちょっと何考えてるのか理解できないかも。旅人、パイモン、真相はもう聞き出せたんでしょ？お、公爵が全部説明してくれたぜ。ふんふん、じゃあ答え合わせをしてもいいかい？
ああ、少し休んだおかげでだいぶ楽になったよ。近くに誰もいないし、シグウィンさんも他のことで忙しいみたい。このままここで話そう。よし、じゃあまずは僕から大胆な仮説を話すよ。あの後、僕も自問してみたんだ。三つほどね。まず一つ、なぜフレミネは大会の影響を受けたのか。その原因は彼が水中に潜ったからだ。言い伝えから原始大会の場所は特定できないけど、僕の推測によればこのメロピデ要塞の近くにあるんだと思う。おお、すごいな。早速かなり当たってるぞ。さすがリネ。二つ、ディオセスリの態度が急変した点について。最初は見て見ぬふりをしていたのに、どうして急に牙を剥いたのか。この問題はかなり時間をかけて考えることになった。仮にリオセスリは最初からファデュイに目をつけていたとする。彼が僕たちを野放しにしていたのは、おそらく皇子様を見つけさせようとしたからだろう。しかもメロピデ要塞はフォンテーヌの法廷に属していない。つまりヌビレットさんに報告する必要もないってことだ。リオセスリはいわゆる無法地帯の王と言っても過言じゃない。メロピデ要塞側が皇子様の失踪に関与していなければ、お父様はフォンテーヌ政府側に異議を申し立てることになる。こうして両者が膠着状態になれば、彼はその間にできた、つまり彼には何か成し遂げたい目的があるんじゃないかな。おそらく。お前って本当頭がいいんだな。ありがとう。さて、次が最後の呪文だ。もしリオセスリに計画が存在するとしたら、それは何なのか。現在僕、でもこれだけじゃ足りない。医務室の仕切り板の裏には秘密の通路が隠されているかもしれないし、もしそうなら彼のテリトリーには情報が足りなすぎて、あまりに予測の立てようがない。でも君が、まさかそれが真実だなんて。洪水が予言通りに全てを飲み込む。じゃあディオセスリがお父様との面会を望んだのも、この危機を防ぐためだったってこと？僕がこう言ったのは覚えてるかな。お父様はハウスオブハースを本拠地として扱ってるから。それかリオセスリもこれを知ってたわけじゃん。そうだね、筋は通ってる。君が心配してることはちゃんとわかってるから、安心し、君とパイモンには十分すぎるほど助けてもらってる。君の存在なしには僕たちは、今後助けが必要な時は君たちにその気がなくても。僕もとても感謝してる。大事な時にお兄ちゃんを守ってくれてありがとう。それに重要な人…急にそんなむずがゆいこと…おや、お腹が…きっと疲れてるよね。クロリンデさんのために晩御飯を用意してるの。本当だ、
あいつがメロピデ要塞の食堂に座ってるなんて。君たちは何が食べたい？ええ、今日はうちが決めるってシェフのウォルジーさんに言ってあるから、何でも食べたいもの注文してちょうだい。おいらもおいらも。はいはい、任せて。お腹いっぱいになった？美味しかったぞ。君たちの看護師長は患者のためにどっちもね。うちってメリジーヌでしょ？人間といろんなとこが違うの。だからここでみん本当に面倒見がいいんだな。本当？そうだ。ああ、それ幸い、あの道って行き止まりだけど、それでも誰も近づかないように数人の看守にずっと見張らせていた。うちもずっとリネさんの様子を気にかけていたんだから。プレ本当に抜かりないんだ。まあこれがメロピデ様子か。ヌビレットさんももっと今夜はゆっくりやす。知らんが、何かトラブルがあったらしい。ったく、俺に聞かないでくれ。なん？説明してる暇なんてない。じゃな。え、あ、おい。どいつもこいつも。やっと見つけた。こっちに来い。よかった。クスト、ラベリューヌ？何があった？もちろん、君たちラベリューヌが君たち。そんな余計なこと。はいはい。とりあえず俺たちについてきてくれ。そう、でき。まずいんじゃないか？まさかあれが。え、おい、どこに行くつもりだ？公爵に用事があるんだ。お前たちは先に行っててくれ。オイラたちのことは心配しなくていいぞ。おい、気をつけろよ。案の定だな。
そう言ったはずだ。何が？いいところに来た。だがすぐにここを離れてくれ。ここは長くない。水中防衛ラインが時期決壊するとヌビレタさんに伝えてくれ。お前たちはどうすんだよ。あの方が到着するまで私たちが最後の砦だ。ここのゲートどれくらい持つと思う？そりゃ俺らの頑張り次第だ。旅人、今もうじきフリーナがそこで召使いに。ああ、必ず。でしょうか。ヌビレット様からすでにお聞きになっていると思います。ほう、フリーナ殿がおっしゃっていた貴賓は君たち二人だ。もちろん、二人はこの場に不可欠な存在。お会いできて光栄だ。君たちの席はもう用意してあるよ。さあ、僕の隣にかけるといい。私とフリーナ殿の習慣についてきっと二人はまだ知らないだろう。実はつい最近、ほら、これはフリーナ殿が大変気に入っているケーキだ。毎日限定で16個しか販売されず。旅人、ケーキはどうだった？そうか、なら私も安心した。やはり最近彼はどう過ごしているのか。ここにいる皆も知っているだろう。講師が失踪したということをね。全く心配で仕方がない。彼が泳ぎに長けているといいんだが。そういうことなら僕からも一言。おや、フリーナ殿も彼の武芸について存じているようだね。ああ、私の同僚はよそでも通用するくらいの腕前なんだが、まさかああいった人物を相手にするとは思わなかっただろう。ヌビレット殿の手際に。そうだろうな。
君、そこはもっと喜ぶところなんじゃないか。もちろん喜ばしいことではあるが、いささか残念なのだよ。あ、でもタルタリアはまだ生きてるからな。そこについては。おや、どうしてそんな確証を持てる。だってオイラたち、あいつがメロ、その手がかりはどこへ向かった。メロピデ要塞は水中に位置している。ほう、それはいいことだ。つい先日、彼の妹のトーニャからここフォンテーヌに手紙が届いた。残念ながら彼はいなかったため、私が代わりに受け取ることになったが。そうだ、教えてほしい。彼が普段どんな風に変身して。手紙というのは、ある程度の型があるものだ。ない、あれ、コップ。これもきっとある種のよ、予言が次の段階に入っ、ご苦労。あとは私に任せるといい。本当にお一人で。問題ない。へえ、この状況に対処できるってことはやはりもしくは責任感が強いだけってこともありえるか。一理ある。予言の日はいつか訪れるかもしれない。だが今ではない。一種族さえ容易に滅ぼせる太古の力、果てなき災厄は憤怒の発散に等しい。こたびの審判はあまりに壮大ゆえ、採決に参加できそうにない。どうやら中の、つまり俺ら、ああ、しばらくは。今回の賭けは俺の、確かにあなたの言った通りだった。賭けをしたのか。あんたが一人で、立場上あんたもそろそろ、君、それで公爵の執務室に。なんだ俺、公爵はメロピデ、ここには法典に興味を、さっきの話はで、水の上にはまだトラキュームがあるのでしたら、さっき、ああ、向こうも順調だといいのだ。いいだろう。フリーナ殿、この後に及んで外交にもかかわらず、君は、予言は全ての人、それなのに君、違う、僕は予言を軽んじたことも、いや、私一人だけではない。フォンテーヌに住まうアマ、水の神よ、君はどのようにして彼らを救い、私たちを救うつもりだ。僕はもちろん方法を用意してる。これまでずっとそのために努力してきた。フ
フォンテーヌは必ず救われる。ならば問おう。僕は なるほど。では僭越ながらその表情から察するに、処置も秘密に。では少しヒントをあげよう。君たちの輸出さ、今まで蓄積してきた膨大な立証混合エネルギーは何に使うつ？油脂最低カーディナル？それはただ君もよく理解していないと。リネが過激場にいた時、ほんの少し油脂機に近づいただけで大量の立証混合エネルギーが付着。この件も君とは無関係となると。水神様ともあろうお方が。おっと、なるほど、そういうことか。最高審判官のヌビレット殿が。そうだとも、そういうことさ。このことは内密にしてくれ。それは無論だが、最高審判官殿がそばにいないとなると、フリーナ殿も。さて話はここまでにしよう。まだケーキが少し残っている。そちらの皆さんで召し上がってくれ。旅人、先日最高審判パイモンも。ふぅ、食べた。やっぱりこの僕のテーブルに。礼は結構。さて、もういい時間。よかろう。旅人、もしよければ。付き合ってくれて感謝する。まあ、やっぱりな。そうだと思ったぞ。前回君がハウス・オブ・ハースの子供たちを救って。私はそんなダメな父親に見えるか？ハウス・オブ・公式な場では公式な話題を。メロピデ要塞から戻ってきたばかりだと聞いてる。何もそう気を張ら。うわ、あいつらリオ・セスリだろ。あれが手強いのは知っている。ただの世間話だと思って答えてくれ。君は争いの外にいて、フォンテーヌで最も自由であり、何者にも縛られていない。以上がこたびの審判の顛末です。休暇を過ごしていたはずなんだがな。そのまあいい。全く。ある人物に会いに行こう。手配いたしましょうか？いや、必要ない。水神フリーナ殿に会う必要がある。おや、おちびちゃん、こっちにおいで。逃げた、私の目標はあくまで神の心の場所を特定すること。無防備であればあるほど、それは餌である可能性が高い。事実はまさに私が手を出す直前にしていたよ。それに加え、彼女はどうにも神。君は誰？この瞳に宿る恐怖は決して嘘ではない。私は難なく現場から離れられた。誰も私を探さなかったし、ましてや私。しばらくすると案の定スパイから情報が入って。疑う余地もない。フリーナ、私には神の心を見つける使命がある。お父様。ああ、子供たち。メロピデ要塞から情報が届きました。孔子様が失踪したとのことです。また例のリオセスリという。おそらくそうだと思い。執行官一人の価値は水神フリーナ殿と
さ、それからリネ、リネット。はい。公使タルタリアの失踪は計画外のものだったが、流れは完全にハウスオブハースにある。その後のことは君も知っているはずだ。君はリネ、どれだけ大声で叫んでもそれが公になる。私はフリーナ殿と2回お茶を飲んだ。正直フォンテ、私は氷の女皇に付き従っている。神のあるべき姿を知っているんだ。だがこれは単に私個人の感覚に過ぎないが、大半の場情報を扱うものだというのに、故郷の神が誰なのかさえ分かっ、フォンテーヌは特別だと思わないか。まだ多くのことが水面下にあり、結局のところ生きていることでチャンスは訪れる。今後もし必要な時が訪れればすぐに答えを出さなくても大丈夫だ。何せ事態はここから先まだ変わる予感がする。君の名前はよく大義と結びつくことが多い。いずれ共に手を組む日が来るはずだ。ふん、こんなに早く戻って。ヌビレット、問題は解決。ああ、現段階ではない。だが長期的に見てフリーナを守ってくれたこと感謝する。うん、簡単に言えば私が力を使ってた。やはり召使いがフリーナに圧力をかけたか、明らかに探りを入れているようだが、その動機は私にもわからない。聞こう。お前が水人ってことはないよな。あ、いや、適当に言ってみただけだけど。言えないのか。そのお前たちが私とフリーナを刺すとして、ああ、メロ、そして今災難が訪れようとしている。なんと嘆く。なんで急に雨が。おそらく。なんだなんだ。水。うえー。そう驚かないでくれ。フリーナ。はあ。ああ、すまない。オイラたち当てずっぽうで言ったんだけど。君たちの推測は正しい。おお、でも実はまだ。ああ。お前は水元素の竜王として、メロピデ要塞のフォンテーヌの予言も海水と関係があるんなら。現在私を含む全ての話によると、最古の選手がテイワットに降臨した際、竜の力を、竜には7つの、あの時代を経験した先代の水の竜王は、神の消失によって現状からして他の方法で予言、お前でも解決できないってこと。ところで私はこれから少し急ぎの用事を、おう、オイラたちもちょうど行きたい場。じゃあまた今度な。ああ。君たち。カスター。おいおい。くそ、あの。まあまあ、そんなことより。僕だけじゃないだろう。そう、ここ数日厨房の手伝いを俺も。そういう時はいつも。ふん、同じ感。この二人、思ったより二人ともこん。大丈夫。
怪我してない？おう、ピンピンしてるぞ。怪我をした人が少しいるけど、君たちも助けてくれて。でもヌビレットのやつ、ヌビレットさんは水源囚人たちの手当てをした。もし急いでなかったら、何か食べたいものがあればいつでも。ちょうどうちも君たちの。ああ、もういくら忙しいからって。ジュリエ、ルールビーな。あ、ここ最近はかなりバタバタしてるけど。お前たちは？ええ、でも医務室が混んでる時はとても面倒。あなたがよく医務室。君だってしょっちゅういるだろ。お前たち、ありえない。このカードのマークを当ててみて。威張る猫かな。あ、二人とも来てくれたんだ。旅人、バイモン。こんにちは。おお、フレミでもだいぶ良くなった。うん、みんなのおかげで。そのおお、あいつどんな反応してた？その大丈夫って言われた。人を助けるのあんまり大したことだと思ってないみたい。フレミネに余計な気を使わせたくないんだ。そっか。そうだ、オイラたち歌劇場に。お父様に意味深なことを言われたな。いずれ共に手を組む日が来るはずだって。お父様の君たちに対する態度、旅人。お父様を信じてほしい。おと。うん。お父様はとてもすごいお方。あ、そういえば、召使いがリネのことを強く。うん。ちょっと。しばらく、ここに残る。多分、そうなる。よかった。一緒。お、いいな。もっとってこと、次は私たちと言って。シャバに出た囚人メロピデ要塞の状況を確認。大した問題はない。そんなにすごいんなら。ほう、そいつは慌ただしく降りてきた挙句。本当に。それとクロプレゼントってヌビレットさんのは。そうだ。おい、ずいクロリンデさんはヌビレットさん。そうだ、あん看護師長か。いや、メロピデ要塞での仕事を終えたからには。本当にいいのか。ああ。ケーキが終わる日になったら。
そんなこと、ほら。お、それに、この世界、オイラもカウントしてくれるっちゃ。今度キャサリン考えるだけで。前にここで寝たと、今回はさすがに、あん。じゃあ、おやすみ。